こんにちは。こんにちは、メイキングザロードの桜井です。本日は高校教師の吉川圭介さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。アンダーサーティと考える仕事論ということで、まあ、吉川さんの、まあ、ちょっといつもケッケさんって勝手に呼ばせてもらってるんで、ケッケさんでいいですか？はい、ケッケさんのその仕事の捉え方とか価値観とかについてお話を伺えたらなと思ってますので、うん、またよろしくお願いします。お願いします。ケッケさんのこれまでのこうキャリアみたいなのをお聞きできればなと思ってるんですけど、うんうんうん、どんな感じで今まで来られたんですかね？まあ、本当に元をたどると石川県金沢市生まれで、ずっと地元の小中高と進学して、はい、大学も金沢の大学の教育学部に進みました。はいはい、で卒業してすぐに地元の私立の高校に赴任して、うん、で今5年目です。で5年目のタイミング、2019年の4月から金沢の宿泊系のベンチャーで副業を始めて、はいはい、で同じく2019年の8月ぐらいから東京の IT ベンチャーでさらに副業を始め、はいはいはい、で昨年の9月ぐらいに本を出版して、そこから作家としても活動してるっていう感じですね。なんかじゃあここ最近で結構怒涛のこうなんか仕事が増えてったっていう感じですかね？そうですね、この1年1年半ぐらいで、はい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 、かなり増えましたね。この1年を振り返ってみるとどうでしたか？あ、でもなんかどんどんその自分のやりたいこととかができてる感じがするので、すごい今忙しいですけど、はいはい、すごい充実の方が感じてます。へえ、それは始めた時から結構そういうモチベーションで充実してたなっていう感じなのか、どこら辺からこう、ま、そういう風にこう充実してるなってこう変わってきたのか、それともまあ最初からだったのかってちょっとお聞きしたいんですけど、はいはいはい、どんな感じだったんですか？なんかそれで言うと結構最初の方は、まあ、なんか先生で副業みたいなのって結構ちょっとキラキラしてるじゃないですか。はい、今っぽいっすよね。今っぽいですよね。はい、でそんなの日本探しても多分数えるぐらいしかないし、はい、ってなった時にちょっと、まあ、自分に酔ってるというか、その先生と副業っていうだけで、はい、こうなんとなくこうふわふわしてたんですけど、でも実情は本当に大変で、やっぱりそれぞれの仕事にタスクがあって、うん、納期があって、うんうんうん、それを全部守らないといけないので、で結構最初半年間ぐらいは精神的にも体力的にも結構きつかったですね。だから思い描いていたこう、はい、キラキラした感じとは違いましたね。はいはいはい、なるほどなるほど。そこは、まあ、耐えたっていう言い方が正しいのかちょっと分かんないんですけど、はい、まあ、今はこうある意味乗り越えたっていう言い方もできるんじゃないかなと思うんですけど、どうやって乗り越えれたのかなっていうのもちょっとお聞きしたくて。あ、なんかそのやってた仕事が全部自分で選んでた仕事なので、はいはい、まあ、そもそもまあ仕事自体はすごい楽しかったっていうのがあって、まあ、体力的に精神的にきつくても、うんうんうん、まあ、仕事をしてる時はこう、はい、楽しいみたいな、それでまあ乗り越えれましたし、やっぱりどん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 スケジュール管理とか、はい、時間管理とかもできるようになってきて、いろんな人にこうお話聞きながらできるようになってったので、はいはい、今は慣れて自分のプライベートの時間も取れてますし、はいはいはい、今はもう完全に楽しさの方が大きいですね。なるほどなるほど。なるほどな。こういっぱいやることによってケイスケさんの中で、うん、まあ、ケッケさんどっちでどっちでも大丈夫ですケッケさんの中でこういうことを力ついたなとか、こういうことができるようになったなっていうのは何かありますかね？やっぱり一つしか仕事してなかった時は、はい、時間を延ばせば仕事って絶対終えられるじゃないですか。なので、まあ、何か納期を破ったとかってことはなかったんですけど、はいはい、今は単純に今4つ仕事してたら、うん、1つの仕事にかけるのが1日3時間とか4時間とか、はい、マックスでも、はい、ってなった時にやっぱり短い時間でこうガッと集中して作業を終えるっていう力はついたかもしれないですね。とか隙間時間を例えば10分、はい、時間ができた時にその10分でできる仕事をしたりとか、あとはテクニック的な話になりますけど、はい、なんかいろんなサービスとか使ってこう作業をどん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 効率化してみたいなところの力はついたなって思います。なるほどなるほど。今働き方改革って言われてて、はいはい、働く時間が、はい、まあ、どっちかというと短くしましょうっていう話が大きいと思うので、はい、働く時間が短くなって、はい、私生活も充実できますよねって話がすごい多くなってきてると思うんですけど、はい、今の話聞いてると実はめちゃくちゃきついんじゃないかなとやっぱ思ってて、うん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 、同じ成果を短い時間の中でやっぱ出さないといけないっていう話だと思うので、はい、結構こうきつい世の中に実は入ってきてるんじゃないかなと思ってて、うん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 、今のケッケさんの話聞いてるとそんな環境の中でもどうやってこう高い成果をまあ短い、はい、時間の中で出せるかっていう、まあ、試行錯誤みたいなのがかなりされてきたんじゃないかなというところ、ね、うんうん、そうですね。最初はまあできなくてそれが、はいはいはい、だから一時的に仕事のクオリティもすごい下がっちゃいましたし、でなった時にあこれじゃダメだなって思って、はい、周りで副業されてる方とか、はい、まあ、自分の上司にあたる方とか、はいはい、との、 あの話の中でどうやって仕事してるんですかとか、うんうんうん、どうやってスケジュール管理してるんですかっていうのをもういろんな人に聞きまくりました。っていうので自分に合ったスタイルを見つけて、うん、まあ
今の自分がやってるスタイルをこう確立していく。なるほどなるほど。じゃあやっぱり大きかったのはいろんな人に聞きまくったっていうのが、うん、やっぱ乗り越える上ですごく大きかったんですかね。そうですね、なんかまあ本読んだりとか、はい、その自分でいろいろ試すっていうのも一つだと思うんですけど、はい、まあそれをもう先人の人たちがいろいろ試行錯誤してくれてるので、はい、なんか僕はなんていうかそれをこう聞いて自分に合うのをちょっとアレンジしたりとかして、合わせるみたいな感じでやりました。なるほどなるほど。それ自体も時短というか、はい、効率よく、はい、じゃあちょっと次の質問に移っていきたいんですけど、はい、僕ケッケさんってその職業ではないんですけど、はい、ミニマリストじゃないですか。はい、そうです。僕このミニマリストっていうことと、はい、こう仕事って結構関係深いんじゃないかなって勝手に思ってて、これだけこう、まあ、ケッケさんもそうなんですけど、いろんな働き方ができるようになってきてて、で自分でさっきも仕事を選べるっていう話もあったんですけど、はい、自分で選べるようになってくると仕事と自分の人生って結構もう一緒みたいになってくることが多くなってくると思うんですよね、はいはい、今までだったら1日に大体8時間とか9時間とかっていうのを全部こう使ってフルに使って、しかもそれをずっとこう一緒なステージで歩み続けるっていうのがスタンダードだったんですけど、やっぱりいろいろ選べるってことは、はい、選ぶものによって自分の人生も結構変わっていく世界になってきたなと思ってて、はい、ってなった時にこうケッケさんがミニマリストになった原因というか要因と、はい、仕事って結構関わり深いんじゃないかなと思うんですよね、はい、そこら辺のちょっと関係性みたいのが結構知りたいなと思ってて、はいはいはい、まあ、なったきっかけで言うと、はい、全然仕事とか関係なく、はい、単純にその元々物をたくさん溢れるほど持ってて、はい、まあ、それに疲れちゃったっていうのがきっかけなんですけど、はい、でも確かにその、まあ、ミニマリスト的な思考とかはすごく仕事でも役に立ってるって感じますね、はい、特に今まあ4つ仕事を持ってて、はい、なんか今自分が何をすべき で、あとすごい最近考えるのが何をすべきじゃないかっていうのは、うん、何をすべきじゃないか、はい、感じてますね、はいはい、最初の頃とかは本当にチャンスを与えていただいたものはもう全部受ける、はいはいはい、とりあえずやりますみたいな、はい、結構根性論でやったり仕事をいただいたりとかしてたんですけど、はいはい、今はなんかそれ全部受けてるともう自分がパンクしちゃうっていうのも分かったので、なぜそれを自分がやらないかっていうことを考えたりとか、そういうなんていうか取捨選択というか、へ、そういうのは、うん、すごい感じますね。ちなみに今のやるやらないの基準っていうのはケッケさんの中で今どういう基準でこうやるやらない決めてらっしゃるんですか。あー、なんかそれやるの自分じゃなくてもいいんじゃないかっていうのはあんまりやらないようにしてますね、はい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 、自分だからできること、はい、自分じゃないとできないことみたいなのを今は優先的にやってますね。それってケッケさんが自分の価値っていうのをある意味客観的に見れてるから言えることなんじゃないかなと思うんですけど、はい、あー、そうかもしれないですね。でもそれも全然今も、まあ、試行錯誤でいろいろ模索しながらなんですけど、はいはい、まあ、そういうのは考えたりはしますね。すごく考えてます、はいはいはい、自分の強みってなんだろうとかすごい考えてます、ね、なるほどなるほど。自分の強みってなんだろうって考えた時にケッケさんは今、まあ、ちょっと言うのもしかしたら恥ずかしいかもしれないですけど、はいはいはい、ちょっと言いづらいですけど、ね、どういうことに当たるんですかね。なんかその、まあ、最初のファーストキャリアを教員で選んだのもそうですし、はいはいはい、僕大学生の頃ずっと学習塾で講師してて、はいはい、やっぱその子供たちと関わって、うん、でその子たちが何したいのかとか、うん、何ができるのかとか、うんうんうん、で、まあ、社会とか周りの人たちは何を必要としてるのかっていう一緒に考えてったりとか、はいはいはい、それをこう引き出すみたいなのが自分得意だしやってて苦じゃないっていうことに気づいて、だから今も IT ベンチャーで副業してるって言ったんですけど、はい、結構メインの仕事はインターンの子たちの、はい、まあ、かっこよく言うとマネジメントみたいな、メンター的な存在になって、うん、その一緒にそのやりたいこととかできることをこう考えてそれをやっていくみたいなことをやらせてもらってて、うんうんうん、なんか自分の価値ってその辺なのかなっていうのは思ってますね。なんか僕が今素敵だなと思ったらこうやってて苦じゃないっていうのがやっぱなんか一個ポイントなのかなっていう気がしてて、はい、うん、なんかできちゃうけど苦なことももしかしたらあるのかなっていう気もするし、今できないけどやってて苦じゃないっていうことももしかしたらあるかもしれないので、うん、はい、なんかその苦か苦じゃないかみたいなポイントがこう、はい、継続性とか、うんうんうん、あとは成長スピードみたいなので結構大きな分岐点になるんじゃないかなっていう気がしましたね、はいはいはい、でもそれはすごい感じますね。なんか仕事をこうやっていくときに継続性ってすごく大事だと思います、はいはい、人間無理すれば、はい、短い期間でなら、はい、まあ、いろんなことできると思うんですけど、はい、それを長くやっていくっていうのは、うんうんうん、確かにその苦じゃないっていうのは大事だと思います ね、ですよね。なんか没頭できるっていうか、へー、うん、
もういつインターンの子たちからメッセージ来ても、はい、なんていうんですか、こう恋人からメッセージが来たみたいな、あ、メッセージ来たみたいな、嬉しいみたいな。それいいっすね。なんか結局さん最近こんなこと考えてるんですけど、そういうのが嬉しいんですよ。単純になんか理屈抜きで嬉しいです。楽しい。へえ、なんかいいっすね。じゃあもう転職みたいな感じなんですかね。あ、そうだと思います。まあ教員は多分転職だと思いますし、はいはい、なんていうか昔はその教員しかそういうのできないと思ったんですけど、全然あの普通に企業とかでそういう役割ってあるんだなって最近知りましたし、はい、そういうのが自分の強みっていうか、はい、だと思ってます。なるほどなるほど、ありがとうございます。これから次ケッケさんどうなっていきたいんだろうなっていうのもちょっと気になるんですけど、はいはい、なんかそういうのはケッケさんなんか自分のこうキャリアって言ったらちょっと言葉が軽くなっちゃうかもしれないんですけど、はいはい、人生みたいな次どういう風に描いてるんですかね。まあ多分教員ではあり続けるかなって思いますし、まあ、少なくとも教育には一生関わり続けるんだろうなみたいなことは思ってます、はい、もしかしたらその対象が高校生じゃなくて、例えば今インターンの子たちのメンターもしてますけど、それが大学生になったりとか、はいはい、例えば場所が学校じゃなくて企業になったりとかっていうのはあると思いますし、はい、まあ、でもこういい教育したいっていうのは自分の中のベースにあるので、それはぶれないだろうなとは思ってますね。なるほどな。じゃあそこに何らか関わりながら、教育っていうことをぶらさずに場所であったりだとか、そうです、ね、関わる相手がこう変わりながら、はい、また、まあ、仕事って続けていくっていう感じなんですかね。そうですね。さっきケッケさんが、まあ、生徒さんから仕事とは何ですかみたいな聞かれることはあるっておっしゃったんですけど、はいはい、ケッケさんは何て答えるんですか。何ですか、仕事とは、あ、難しいですなんか、うーん、難しいな。なんか別に授業の中で、はい、お前ら仕事とはこうだぞみたいな話をしてるわけじゃないので、何ですかね、まあ、人に価値を与えることが仕事、はい、はいはい、でまあ、その対価をもらって人にこう価値を与えることが仕事だと思うので、なんか子供たちによく言うのは、はい、できればそれが自分の好きなことだったりとか、はい、自分が得意なこととかだったらいいよねみたいな、はい、相手もハッピーだし、はい、自分もハッピーだしっていう話はよくしますね。なるほどなるほどなるほど。じゃあやっぱりこう、まあ、さっきの苦じゃないっていう話にもつながるかもしれないですけど、はい、お互いにハッピーとハッピーの関係性でこうなんかこう交換したりとか、はい、助け合ったりとかしながらやっていくのが、はい、ケッケさんの中での今の仕事っていうものの捉え方。そうですね、まあ、必ずしもその好きな、はい、なんか最近ちょっと好きなことを仕事にしようみたいな流れがちょっと強すぎる感はあると思うんですよね。でも、うん、なんかどっちか選べって言ったら、はい、多分みんな好きなことを仕事にしたいと思うだろうし、はいはい、もしもそれができるのであれば、はい、そっちを選びたいし、うん、まあ、その準備をするに越したことないかなと思うし、それをまあ生徒たちには伝えてます、ね、なるほどな。逆にこう、まあ、今好きなことを仕事にしろという論調が強すぎるっていう、はいはい、言葉が出てきてて、それに悩んでる子たちも正直めちゃくちゃ多いと思うんですよね。いや、多いと思いますね。そういう方々にケッケさんが、はい、うんうんうん、なんか声をかけるとしたらなんかどういう声をかけるんですかね。まず高校生は、はい、その好きを仕事にみたいなのをすごいいろんなとこから言われて、はいはい、今例えば分かりやすいので言うと今 YouTuber、はい、あ、これ今ちょっと YouTuber なんであれですけどちょっとあれですけど、YouTuber って好きなことをまさに仕事にしてるじゃないですか、はいはい、ああいうキラキラしてるのを見ると自分もなんかそういうのないとダメなんじゃないかとか、そもそも自分が何が好きか分からないし、はい、それをどうやってじゃあ仕事にすればいいのかっていうのも分からないしっていうので結構悩んでる子が多くて、で僕は高校生とか大学生とかに言ってるのはもうとにかく動き回れっていうことを言ってて、そのなんていうか、例えば学生が学校と家の往復しかしてなくて突然あ自分これ好きだなって思うことってないと思うんですよね、はいはいはい、だからその学校と家以外の場所にどん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 こう足を運んで、はい、例えばいろんな高校生だったらいろんな大学生とか、うんうんうん、大人とかから話を聞いて、はいはい、例えばその話の中であなんかそれ面白そうって思うかもしれないじゃないですか、はい、だからそういうふうにどん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 こうフットワーク軽くしてうんいろんな人とこう話すだけでも違うんだよっていうのを言ってますね、はいはい。なるほど。なんかこんだけフットワークからケッケさんが言うと説得力めちゃくちゃありますね、はい、そうですね、僕ももともと本当に子供の頃から家と学校の服しかしてなくて、はい、先生になってからも
家と学校の往復しかしてなくて、もともとはすごい内向的なタイプだったんですけど、うんうんうん、やっぱりその外に出るようになってからは、あのまさか自分が副業したりとか、うんうん、本出したいっていうのは想像もしなかったんですけど、やっぱりそれはいろんな人と話をする中で、はい、自分がやりたいこととかも、はい、どん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 こう定まっていったし、その術みたいなのも分かっていったし、はい、っていうことです、はい、なんていうか自分はそれが合ってたので、はい、まあ、一度試してみたらいいんじゃないっていうのはよく言ってます、ね、なるほど、ありがとうございます。ちなみに今出てきた本読んでみると、そういうちょっと仕事感みたいな話も出てくるんですかね、はい、あ、出てきます、出てきます。あ、出てきますか、はい、ということで僕の本ですよね。あ、そうです、そうです、はい、高校教師住まいを捨てる、はい、読んでいただくと、はい、ということで皆さん、そうですね、高校生とか大学生にぴったりだと思います。ぜひ本屋さんに行って、はい、もしくはアマゾンで、そうですね、アマゾンで買って、あのレビューしていただけると一番嬉しいです。星5つのレビュー、はい、レビューをポジティブなレビューを残してもらえるとすごく嬉しいです。よろしくお願いします。それでは本日は高校教師の吉川圭介さんにお越しいただきました。圭介さん、ありがとうございました。ありがとうございました。